答えてくれ。ヘラクレスの世界、ここにリクが。誰もいないのかな。私がいますよ。ジミニー、無事だったんだな。大変なことになりましたね。でも負けるものですか。早くみんなを探しましょう。あ、空が戻った時のようにみんな消えた場所に再生するのでしょう。早く他のみんなも助けに行きましょう。わかった。さっきの敵はあの黒い正気の先に逃げたに違いない。正気の先はそれぞれが別の世界につながっているのかも。じゃあ他のみんなもハートを奪われて。急ぎましょう。行ける世界はこれで全て回りましたが、一つ足りない。帰りの心がなかった。おかしいですね。
お前は？ん？眠りの世界を巡る旅で何も学ばなかったようだな。は？眠りを重ね、闇の深淵へと落ちていった。今回と似ていないか？今戦っていたリッチは他のハートレスとは違い、奪った心を闇の深淵へと運ぶハートレス。それを追えばお前の心も同じく深淵へと向かう。俺の心はここにこうしてある。お前が取り戻した目覚めの力、本来は心を介して世界に入る力であった。実在の世界で心を追って飛び回る力ではない。力の使い方を誤れば大きな代償を払うことになる。代償？心配してくれてるのか？いや、もう負けたということだ。は？お前が払った代償はもう闇の深淵へと落ちたのだ。待て！お、ソラ！急いでソラ！キーブレード墓場が解放されたみたい！塞がってた道が開いたんだよ！そうか！まだキーブレード墓場調べてない！行ってみましょう！ここにいたのか。おかえり。必ず戻ってくるって信じてたよ。闇を照らす光、帰りだったんだね。俺が消えないようにとどめてくれたのも。私は空を諦めなかっただけだよ。やっぱり強いな、カイリは。もうみんな戻ってる。早く行こう。言ったでしょ、私が空を守るって。ああ、もうあと、もう大丈夫？ありがとう、カイリ。よかった。まさまさ、あと一体くらいならね。行こう。